YS でサッカーをスタートして、まあ、ごく普通の選手だったんですけど、まあ、トレセンにも受かったことがないし、もう、まあ、横浜といえば横浜 FC とか、フロンターレとか、マリノスとか、まあ、いろいろありますけど、ことごとく一次試験で、落とされてきました。いや、悔しいなーって、ちょっと自分はね、入れない人生を歩んできました。中学卒業して、卒業するときに、高校どうしようかってなったときに、ジュニアユース時代の監督に、ブラジルに挑戦してみないか、声をかけてもらって、チャレンジをすることに決めました。まあね、中学卒業してからブラジルに行くなんて、ちょっとまずありえない話なんですけど、まあその COJB っていう所属してたクラブチームの監督がブラジルにつてがあって、まあお前どうすんだと、高校の推薦も来てないし、セレクションも全部落ちたし、まあ、どうすんだって時にそういう話をさせていただきました。